そう私もいつもと123って分けちゃってめちゃめちゃ更新しまくっていっぺんにやっちゃうから間隔空ければいいんですけどねちょっとまた今日もなんか1人減ってたな <laughs> すごい悲しい <laughs> なんか増えては減って増えては減ってってあの毎日増えてくれるんだけど同じだけ減っちゃったりとかしてねあのフォロワーさんが えあのずっと足踏み状態なんですけども私が多分すごい連投するからいけないんだなと思ってるんですけどもね編集能力がないのでね全部つなげられないんですなのでねあの5分ごとに123でもう本当は全部まとめたいけどなんかいい加減になっちゃうから、あのー、ちゃんとやってますえっ、ー、とすごいあなたの説明はすごい分かりやすいですって言ってくれるファンの方もいるのでね まあ、あのー、そう、まあ、パパッと適当にやってもいいんですけどもいろいろ話したいこともあるのでこうやってやってますでえっとこちらはですねさっき美食ゾ味噌汁をご紹介してでそれでえっとうんとこれ人参ですね <laughs> 人参のえっ、ー、のぬか漬けぬか漬けはねちゃんとまた漬けましたなんかやっぱりねどんどんぬかがねやっぱりくっついた分洗ってるので ちょっとずつちょっとずつ減ってきたり若干水っぽくなっちゃったりするのでもうなんか足しぬか足しぬかでやっちゃってるんですねなのでもう3個目ぐらいあのー、ぬか床を足してしかも全部違う種類のぬか床足してるからいろんな味になっちゃって大丈夫かなと <laughs> 思うんですけどもまあなんとかちゃんと使ってましたでこちらもまたご飯ですねでそれで、えー、頑張って あのー、これ大根おろしも知りましたもうね3本目の動画になるとねちょっとだんだん疲れてきてこんな感じになっちゃってごめんなさい1番目が一番ちゃんと話してるんじゃないかなと思いますでこれがね全部揃、えー、ったらこんな感じでねイワシの丸干しとあのいろんなお野菜をねあのスチーム焼きにした感じとあとあの葉物野菜ときのこたっぷりの。 赤だしパウダー入りの味噌汁とぬか漬け取っても毎日本当にこんな感じなんですよね最近。4 <laughs> 毒抜きっていうのをやってるのでなんか吉野さんっていう方が提唱してる4毒抜きっていう植物油乳製品、えー、甘いもの砂糖も含めたもう果物とかもなんですけど。 極端な話甘いもの甘いって感じるもの全般 <laughs>、ね、厳しすぎますよね。でそれとあと小麦ですね。まあ、これはグルテンフリーはもうみんな結構ね世の中に出回ってるんであのやってる方もいいかなと思うんですけども、まあ、その4つをあ、まあ、あの抜いたご飯ってまあでもこれ4つ抜いてるのでね本当に完璧な。 あの抜きじゃなないいかなと思いますあでこれはねこれ入れちゃうとちょっと4毒抜きになっちゃうかわかんないけどこれはサニーレタスが下に敷いてあって上はねフィッシュルっていうあのー、なんだろうなお魚の宅配便調理したお魚でもう解凍してすぐ食べられるお魚をやってるフィッシュルっていうところので取り寄せたあのサクラマスですね。 うんで、ね、これも美味しいんですよね。美味しいんですね。だってももう、味が、お味がついちゃってるから、まあもしかしたらこ多少のね、まあこれぐらいいいんじゃないかなと思うんですけども、これ入れると完璧に4毒に、若干お砂糖とか調味料に入ってるかもしれないのでね、なるけど、まあ美味しかったです。ちょっと食べ過ぎたかも。これも食べて、あ、これも食べちゃったのでね、結構なんかね、満腹になりました。 はい、こんな感じでございますね。あと40秒ぐらいかな。これね、また流そうかなって思って、ショートで。また流すかも。これっきりバイバイ。私です。<laughs> で、そうなんですけれども、そう、今日はね、あのー、そうですね、あのね、またこれ、毎回言ってるんですけど、多分ご飯動画を見てくれてないから気づいてないかもしれないんですけども、 ちょっとあのー、1人だけファンの方にるいくんにお返事返せなくってそれ気づいてないみたいでちょっと気にしてそうな今日コメントもらったので気づいてほしいです。それではまた。